また仕事中に水族館に来てしまった。ほら最高だね、この大水槽の前で、大水槽の前でさ、こうやってぼーっと見てるだけで本当に楽しいです。で、前はさ、あんな小さい魚、ほら、ね、これはいつもいたんだけどさ、これ、おすごい、サバの群れだね。サバ、もうプリプリに太ってる、すげえうまそう。前はさ、あんなものすごい小さい魚、あんなたくさん前いなかったんだけどね。そのほら、これこれ、こんな。あと向こうにね、イワシの大群みたいなのがずっといるんだよね。前あんなことなかったんだけどな、魚追加したのかなと思って、ちょっと今行ってみるね。あれイワシだろうか、あんなの前いなかったよね。気づかなかったんだけど今日すごいな。あれ魚多分追加したのかな。あの群れすごい、前あんなのいなかったと思う。前回来た時気づかなかったけど、大きな魚、なんかあんなの食われちゃいそうな気がするけど、みんな全然食べないんだよね、不思議なことに。今日はねちょっとカメラ持ってこないでスマホで撮ってます。スマホで撮って、スマホで編集して、上げてみようかなと思っております。この水槽は本当いつ見ても鮮やかだね。隠れクマノミとはちょっと違うのかな。線が少ないよね。あ、あれが隠れクマノミだね。ニモってやつね、ニモ。すごい綺麗だ。今日は月曜日なんだけど、結構人がいる感じ。子供がいるね、なぜか。このクラゲの水槽かなんかもあってね。ほら、こういうのも結構見てて飽きないかなって思いますね。ちょっと音声入ってるかわかんないけど、こんな感じ。今ね、今日は2020年の9月の28日。今ね、水族館仕事できたんでね、ちょっと寄ってます。まだ仕事の途中、全然途中なんだけど、またすぐ戻んなきゃなんだけど、僕年間パスポート持ってるんでね、ちょいちょい入れます。とても楽しいですよ、しょっちゅう来ちゃいますよ、これもでかい魚、前回も撮ったかもしれないけど、なんだろう、アロワナ、わからないけど、まあこの辺じゃ釣れない魚だね。この辺はね、川の魚が展示してありますよ。川、淡水魚だね、淡水魚、イワナとかニジマスとかヤマメとかドジョウとかね、こういう草ガメとかね、あとこのちっちゃいのは何だろう、モツゴだね。どっかではこうね、絶滅危惧になってるモツゴだね。ブラックバスとかに食べられちゃうんだよね、ブルーギルとかに。だから相当減ってるみたいだけど、最近よくテレビでやってますね、池の水全部抜いたとか言ってね、ああいうのね、在来種がいましたとか、そんな感じの、まあ、だいぶ減ってるみたい、絶滅危惧種ですね。これはウグイだね、ハヤってやつだね。これね、時々海で釣れるんですよ。海にいますよ。何度か釣れたことがある。ウグイ。一見シーバスかと思うんだけどね。ちょっと違う。これはヤマメだね。まあ、大きくなると、要はサクラマスって呼ばれているやつなのかな。これニジマスだね。川魚もね、本当たまにやりたいんだけどね、道具が今ないけど、渓流釣りもね、本当やってみたいなと思っております。それでは水面高くジャンプする様子をご覧ください。正面にイルカちゃんの時間に当たったんで、これ見てから仕事に戻ります。
げーさ。わお。水槽にこう向けてこうね丸いガラスがね開けてあるんだけど、こういうところでねぼーっとずっと見てるだけでもすごくいいですよ。楽しい。何箇所かねこういうところがある。すごいよくできてる。とても楽しい。やっぱりホッケってさ、アイナメ化なんだよね。ホッケとアイナメやっぱり似てるんだよ絶対。前坊ちゃんに馬鹿にされたんだけどさ、あれアイナメとホッケやっぱり似てんだよね絶対。間違えるよね。間違えて別に恥ずかしくないよね、間違えてもねって思う。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、一通りずらっと見て、はい、まあ戻んなきゃなんだけどさ、そろそろ人がすげえっすよマジで。こんなに、いや月曜日だぜ、月曜日でもこっち見ちゃうんだよね、こっち見ちゃうんだよね、こっちなんだよ本当はね。まあすごい楽しいですよ。っていうかね、マジペンギンところも人半分ぐらいいるんだけど、すごい、え、なぜ、え、月曜だぜ。マジびっくりする。はい、戻ります。気づかなかったけどこの鯉もいたね。ほらすごい綺麗、錦鯉。へえ、すげえでかい。前回ね外全然歩かなかったからペンギンとこしか見なかったからね。とにかく人がすげえいるんだけど、え、なぜなんだろう今日。月曜日、まあ人すごいですマジで。はい、なんか顔が真っ白だな、なぜだ。いや、見てきましたよ。いや本当にねこれ、俺本当にこれね年パス買って本当良かったと思ってるんだけど、これね本当にトイレに寄るだけでもね、あの助かるし、トイレ外にもあるんだけどさ。いや本当に、楽しんでまいりました、水族館、業務に戻りたいと思います。ではまた、バイバイ。